はい、皆さんこんにちは。今回の動画はアルカトラスのビッグフットの、ギターソロの冒頭部分ですね。ここはね、3連のフレーズでエコノミーピッキングで弾かれてるんですけども、その部分を解説していきたいと思います。この曲は曲中はですね、テンポ85-86ぐらいのゆったりとしたテンポなんですけども、そのテンポ感で書くとこのギターソロの部分は6連符になってですね、なおかつ変拍子も出てきて、8/9拍子とかになってしまうので、そこだけは倍のテンポで考えてもらって3連符で表記しております。その方がね、テンポも取りやすいと思いますんでね、そちらで解説していきたいと思います。じゃあまず右手のエコノミーピッキングをね、解説したいと思うんですけども、まず最初のポジションだけ確認しておきましょう。4弦の4フレット人差し指ですね。で、3弦の4フレットも人差し指、これも人差し指1本でベチョッと押さえてしまいましょう。で、その後小指で3弦の7フレット。ただこうやって弾いてしまうと、ここ音が重なってね、なんかアルペジオみたいに聞こえてしまうので、軽くミュートして音をね、切るようにしましょう。で、この3つの音を3連符で弾いていくんですけども、この時に右手ですね、通常でしたらダウンアップダウンっていうふうにオルタネイトで弾くと思うんですけどもね、僕も最初はオルタネイトで練習してしまいました。ダウンアップダウンで、次はアップダウンアップですね。これでも弾けるんですけどもね、全然スピードがね、ちょっとなかなかついていけないですね。それでアルカトラスのね、イングベイのライブビデオを見たら、なんか右手がこうね、撫でてるように弾いてたんですけども、あ、これ全部ダウンで弾いてるのかと思って、最初こんな風にポジションを変えてこう弾いてたんですけども、全然リズムがね、均等にならず弾けなかったんですけども、よくよく見るとダウンダウンアップでね、弾いてたんですけどもね、まあ今ではね、当たり前のように皆さん使いますけども、当時はなかなかね、こんな弾き方してなかったんで、誰もね、分からなかったです。で、この右手のダウンダウンアップする時の、ポイントなんですけども、この4弦をダウンする時に3弦にちょっと押し当てるようにダウンしてください。で、その後3弦をダウンしてアップと、押し当てて外に出してアップ、そうするとね、スピードも上がってくると思いますんでね、その点注意してやってみてください。で、あとは、左手のね、ポジションを変えていくだけなんですけども、最初のこの447ですけども、これは Bm っていうコードですね。これを、分解した音です。ただまあ、ここスタートの音がこの F シャープの音なので、コードネームとしては Bm on F シャープにしております。ここギターのみなんでね、ベースが鳴ってませんので、このギターの一番最低音をね、ベース音として考えております。で、次に、G ですね、この4弦が5フレットに上がるだけです。3弦は同じく4-7です。 G コード、これを分解した音です。で、次に、今度この4弦がさらに1個上がって6フレットになります。で、3弦は同じく4-7、これはコードはね、 E7 っていうね、コードを分解してるんですけども、ただ最初のスタートの音が G シャープの音なんで E7 on G シャープというね、名前になってます。はい、で、次に横に移動して中指が4弦の7フレットに来て、で、人差し指が3弦6フレットで、小指で3弦9フレット、これは A ですね。はい、で、次に、その4弦がまた1つだけ上がって、8フレットになって、
って、で3弦は同じく6、9です。これは、コードは F#7 っていうコードですけども、ベースが A シャープから弾いてるので F#7 on A シャープ。でまた横に移動します。4弦が9フレット、3弦7で小指で3弦11。これはまた最初の B マイナーですね。でここから、2拍ずつここまでいったら、人差し指が、4弦の9フレットに来て、で3弦も9フレットで小指で12フレット。これはコードは E マイナーです。ベースは B ですね。で次に4弦が、11フレットに行って、これはコードは A7 のベースが C シャープで、次ここからねもう1拍ずつ下がってくるんですけども、まず中指で4弦12フレット、3弦11フレット、人差し指小指で14、これは D ですね。で先ほどの A7 on C シャープで、また B マイナーで AG で、次にグッと下がってで、4弦3フレット薬指で、3弦1フレット人差し指、4フレット小指と、でここだけ2拍で、ここだからね1拍半端になるんですよね。ですからここだけは表記が4分の5拍子というふうになっております。でまた最初のコードに戻るんですけども、人差し指をまた4弦の4フレットに持ってきてもらってで B マイナー on F シャープです。ここは1小節あるので3連符を4回で、次に F シャープサス4っていうコードの分解なんですけど、最初の4-4は一緒で、最後が小指の7じゃなくて薬指で6にしてください。でここは2小節あります。で、その後最後なんですけども、ここはね3連符じゃなくなって16分音符のねフレーズになります。人差し指を3弦の7フレットに持ってきてもらって、で次小指で11、中指で9で7に戻ります。当然右手はオルタネートピッキングでダウンアップダウンアップ、でそのまま人差し指を6フレットにずらして、小指で9、中指で7で6に戻ります。で人差し指を4にずらして、小指で7、薬指で6で4に戻って、で人差し指を3にずらして、ここちょっと動きが変わります。中指で4、小指で6で3に戻って、最後4で終わると。はい、これで全部ですね。じゃあ一度ちょっと全部ゆっくり通してみたいと思います。以上となります。
このねエコノミーピッキングはね慣れるまではちょっとリズムが不均等になったりスピードがね上がらなかったりすると思うんですけども、最初はゆっくりと確実にね先ほど、注意したピックの当て方とかね気をつけて弾いてみてください。では